私が幼稚園の時の年長さんの担任の先生がとても温かくて笑顔が素敵で、私がすごい甘えん坊だったんですけど、いつもそばで寄り添ってくれて一緒に遊んでくれたのが思い出に残っていて、その先生みたいになりたいなと思ったのがきっかけです。とても温かくて皆さん気さくに話しかけてくださり、私の方からもお話ししやすい、とてもいい雰囲気です。私が必死にこうしたら子どもたちが楽しんでくれるかなとか、こうやってやったら喜んでくれるかなっていうのを考えるんですけれども、それで実際に子どもたちがすっごい楽しんでくれたり笑顔が見れたりした時に、この保育士になって楽しいとか嬉しいっていうのはどういうことかなっていうふうに感じたりとか、子どもたちのできなかったことができるようになったりだとか、ありがとうが言えたりおはようが言えたりする、その子どもたちの成長を身近で感じたときにすごくやりがいを感じます。保育士は子どもたちのキラキラ輝く瞳と元気パワーに囲まれて子どもと共に成長できる素敵な仕事です。笑顔が可愛いあなた、歌を歌うのが好きなあなた、走り回ることが得意なあなた、ルータ市であなたの力を発揮しませんか。子どもと一緒に皆さんの